今日、小学校のプールで子供たちと助けてきたヤゴのうち、なんと奇跡的にギンヤマがいました。目の前に貝、ニシですかね。田んぼのニシじゃなくて、違う西を置いてみました。銀山の宿は見ているようですが、後ずさりしてしまいました。あんまり食べようとは思わないのかな。ホームセンターのペットショップでカブシを買ってきてあげようと思います。と、インヤンマのヤゴは、お尻側の3本の棘のもとに、小さな突起があるかどうかでありましたね。3本の緑色の突起の手元に短い突起があるので、オスということが分かります。オスのギンヤマの幼虫です。赤トンボの仲間や塩辛トンボと比べて、体も大きくて迫力がありますね。お食事シーンが楽しみです。ギンヤンマのヤゴでした。